日本の陸軍軍人。最終階級は、陸軍中将。佐賀県出身。少女中学校、熊本陸軍地方幼年学校、中央幼年学校を経て、1912年5月、陸軍士官学校を卒業し、同年12月、不評勝位に任官し、不評第37連隊付となる。天津中ト不評隊付などを経て、 1920年11月、陸軍大学校を卒業した。1921年4月、参謀本部付勤務となり、ついで参謀本部員に就任。1923年4月から1年間、陸軍委託学生として、東京外国語学校でフランス語を学んだ。1924年7月から1927年1月まで、フランスに駐在し、 この間、国際連盟代表図員陸軍省軍務局会員を務めた。1930年8月、不評第一連隊大隊長となり、参謀本部員、欧州出張、軍務局会員などを経て、1935年8月、不評大佐に昇進し不評、第二十連隊長に就任した。1937年8月、 フランス大使館付部官発令を経て、1938年7月、陸軍少将に進級。1939年5月、参謀本部付となり、ついで第21軍参謀長に就任し、日中戦争に出征。参謀本部、第22部長、シナ葉県軍総参道副長、県中国大使館付部官を経て、1941年8月、 陸軍中将となった。同年9月、第48師団長に、親保され、台湾に駐屯。太平洋戦争開戦により、フィリピンの戦い、乱民作戦に参加し、その後、ディモール島の警備に従事した。1944年11月、インドシナ駐屯軍司令官に発令され、翌月、インドシナ駐屯軍が、 第38軍に改編後も引き続き司令官を務めた。1945年3月、普通院総督代行を兼務し終戦をハノイで迎えた。1946年4月、戦犯容疑により、関東で抑留され、1948年1月、サイゴンで抑留となった。1949年7月、不起訴処分となり、翌年6月に復員。 ありがとうございます。